吉田メダルと池永あゆみと天野優のハピーラジーイエスということでメリークリスマスメリークリスマスメリークリー一応言ってみた確かにいやどうも年の瀬ですね。本当ですね。あっという間ですね。まずはもう皆さんこんばんは、吉田メダルです。こんにちは、池永あゆみです。こんばんは、天野優です。もうなんかいきなりのっけからね、クリスマスとか年の瀬とか話ぶっ飛ばしてますけど皆さんいかがお過ごしですか？最近どうしてんのみんな。最近はですね、僕舞台が11月にあって終わりまして、お、2人でやったやつ。はい、そうなんですよ。その後ですね、仕事の方をいろいろいただいたりということがあったので、そっちを詰め詰めでやらせていただきました。馬車馬のように働いてたと。すげーやん。何ちょっとした自慢それ。俺多忙なんだよねみたいな。たまったものを片付けるみたいな。お忙しいところすいません。なんかありがとうございます。なんだろうこの風当たり。いいやん、だってそんな自慢されたらみんな仕事したいのに。そうだよ。俺なんか聞いてくれる？メタルさん。舞台終わって12月の頭で終わって、今の時期何これっていうぐらいみんなさ芝居しとんねん。そうですね。ああ、確かに。見なあかんというか、見たい芝居が多すぎる。うん。固まってる。反撃貧乏。そんなこと流れで言うと、エイミー今まさに舞台本番中。そうなの。今初日終わってここに駆けつけました。よく来てくれました。今日が何の日かバレるやないか。あ、バレちゃう。あと2時間でクリスマスイブとかバレちゃう。まあそれぐらいね、今切羽詰まった中、ごめん、もうちょっと聞いて俺の話。あれまだあるんですか？もちろん先輩やぞ。エイミーの舞台も行きたいねんけど、今もう俺ほら劇団生活長いとさ、もう今うちの座長の井上秀則は熱海殺人事件と風間杜夫さんと平田光さんと塚公平さんの娘さんと中尾くんの4人でやってる、その塚公平さんのお芝居をやって賞を取ったよ。へー、すごい素晴らしい。その芝居やろ、まあもちろん見ていくけど、うちの古田新太もやってるし、高田翔子もやってるし、もうないっぱい。大体な1本の芝居見ると1万円ぐらいかかるやん。1本が結構お高い。まだスケールがでかいんで皆さんもうゾッとするよ。だけどまあ一応なんかもうそれはそれはみんな面白いし、方向性違うけど、やっぱりいろんなものをやっぱりこの時期やからこそ吸収しに行かないわけ。かつ自分のまあ後で告知させていただきますけど、忍者マンジャパンのワンマンライブも迫っているので、今日も昼間から立ち回りやって、夜スタジオリハして。すごいですよね。今はっきり言うけど俺耳キーン言うてんの。さっきまでスタジオ出てきた人や。爆音のスタジオで4時間ずっと鳴ってたから、ツーバス言うてドラムがどこ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 言うてる。すごいですよね。だって忍者マンさんは楽器だけじゃなくて立ち回りとかもあるから、普通のライブどころの騒ぎじゃないですよね。準備期間は状態で来ておるんですよ。へえ、でも今日すっぴんですね。なんで俺いつもメイクしてる。いやいや、誤解を招くような発言やめろよ。いや、エイミーもすっぴんやん。デビルマンはどうした？いや、してますがね。俺すっぴん楽しみにしてた。あれ、いや、ここ来るときに不審者として捕まったら時間ロスになっちゃうじゃないですか。時間ロスまたで、今やってる芝居はどうなん？今大変なの？でも楽しいですね。なんか可愛いキャラなんで、なんかすごいやりがいが。いや、そんなことないんですよね。11月の舞台は。結局どうやったんその舞台。おかげさまで無事終了して、まあ好評もいただきまして。そうですね。ですごい笑いやばかった。そうですね。シチュエーションコメディだったんですけど。なんか最初言ってたやん。結末がどうかまだわからんとかさ。そうなんですよ。この後どういう方向になっていくの、私がどんな役をやってたやん。そうなんですよ。一気に書き上げてもらって。脚本家さんに、エイミーは今回一番大変だったかもね。そうっすね。弁護士役ですごい法律用語をバンバン言わなくちゃいけなくて、そうなんですよ。稽古期間中1回もちゃんと言えてなかった。そう。まあ終わったからな、もう言うてもいいわな。稽古期間中はうわー大丈夫なのかな。ゲネでさえ言えてなかったから。本番は大丈夫。本番はプロやな。そうですね。本番がればね。そこがまた優くんと違うとこ。今は大丈夫だけど本番緊張するタイプ。頑張りましたよ僕も。私今回初めて知ったんですけど、優さん実は脱いだらすごいんすよ。その誤解を招くような言い方やめてもらっていい？今聞いてる人によって何がすごいかっていうのは人それぞれだと思うで、上半身がすごいのか下半身がすごいのか、こらこらいっぱい人によって聞き方は違うと思う。どっちもまた誤解を生むような、やめろそれは。そのシーンがあったの？いや、なんか気がついたら隅っこで筋トレしてて、でなんか短パンとかなんかよくわかんない服とか着てると、よくわかんない服その意外と鋼の筋肉が見えて、垣間見えるわけよ。そうなんですよ。なんか8パックぐらいありました。お腹とかも6パックじゃなくて、そうですねそんなない、違うんですよ。なんかすごい久々の舞台だったんで、なんかもうやれることはやっとかないとと思って、そのまあ、休憩時間とかあるじゃないですか、で体を動かしておかないとなんか落ち着かなくて、ついつい筋トレに走ってしまったんですよ。いや、筋トレか走るかどっちかしてましたね、いつも。まさにチワワやんか。そうずっと部屋で走り回ってたのもあれですよ、小屋入りしてなんかこう空いた時間があるとちょっと小屋の周りずっと走ってないと。犬やんか、まさに犬やんか、まさにチワワ。そのうち滑車とか走ってた。ハムスターじゃないですか。ああ、そうなん、ね、じゃあ全然心配してたこともなく無事に舞台の方も終わって。そうなんですよ。その鋼の肉体を。いや、一番美味しい役だったんですよ。しかももう羨ましい。もう優さん出るたびに笑いが起こるみたいな。あ、そうなん。出落ち出落ちっちゃ出落ちだったんですけどいや、でもおかげさまでなんかいい役いただきまして、丸かぶりで全然見られへんかったけど、そうか。まあでもそれで久しぶりの舞台でその感触やったらまたすぐやりたいんじゃん。そうなんです。3年ぶりでしたっけ？そんぐらいぶりだったんです。ちょっとしたオリンピックやんかそうなんですけど、いやでもやっぱりなんかライブ感っていうのがやっぱすごい楽しくて、やっぱやってると。そうやな、舞台ってそうやな。そうなんですよ。本当すごい、やっぱやってる最中とか稽古期間中とかいろいろ大変なこともあるじゃないですか、やっぱり。それでもやっぱ本番やると、あ、やっぱ舞台っていいなっていうのをやっぱ感じちゃうんで、でありがたいことに舞台見てくれた人たちから、またちょっと来年一緒にやらないかみたいなお話もいただいてるので、つながったわけですね。本当おかげさまで。本当、ありがとうございます。もうじゃあまだ一緒にやるかもしれへん。私そのオファー来てないですけどあれ来る今ちょっと余計なことこの後の番組に支障が出るので、この話はここら辺にしときましょうか。そうですねお便りの方は何本か来てますかね？はい、来てますね。おい、じゃあどれいきますか。じゃあせっかくだし、そのお芝居の感想が書いてあるやつを。はい、じゃあエミいっちゃってもらっていいですか？はい、じゃあそういうですね、じゃあこちらいきます。はいよ。ハッピーネームサイファーさん。ハピラジ舞台組の皆さん、こんハッピー。先日ですが、池永あゆみさんと天野優さんが出ていた松さんを感激してきました。内容はコメディと聞いていたので、頭空っぽにしてみるぞと考えながら見て、いっぱい笑わせていただきました。弁護士役のエイミーと専務役の優さん、リアルに流れている時間であっという間だったな。難しい言葉がいっぱいのセリフのエイミー、兄弟喧嘩の調停役になる優さん、下手で真面目な話をしている時に上手で繰り広げられるおかしなやり取り、思わず吹き出してしまい、隣の人に今笑うとこと見られてしまいました。失敗したなと思っているのが A チームだけではなく B チームを見ておくべきだったな。エイミーさんへ世界中にメリークリスマスも見に行きますね。それではまた。ありがとうございます。ありがたいね。今日あった、今日あったさっきまさに来てくれたんや。そうなんですよ。ありがとうございました。ついでにこのもう一つの方もゆうくん読んだら。はい、ありがとうございます。ではハピネームナミさんからいただきました。番組の皆さん、こんハッピー。こんハッピー。先月私はエイミーちゃんとゆうくんの舞台松さんを感激させていただきました。今でも余韻に浸れるほど楽しませていただき、すごく楽しかったので文章にするのはとても難しいのですが、お便りさせていただきます。ありがとうございます。公演前からエイミーちゃんは、今日もユウさんの演技は秀逸でしたとそんなこと言ってた言ってたありがとうございます先に感激したリスナーさんからは、エイミーさんもユウさんもすごかったと伺っていましたので、開演前からドキドキでした。登場しない主人公松さんの危篤の知らせを聞き、遺産をめぐって疎遠になっていた家族たちが集まるのですが、どの登場人物もいいキャラクターで、すごく面白いお話でした。コメディではありましたが、すでに亡くなったと聞かされていた長男が、実は松さんが生きていることを知って涙ぐむところや、子供の顔を見たくない親はいないというセリフはジェンとしました、うん、そうなんですよねこれ、うんうん、これ涙あり笑いあり。スピーディーにお話が進んでいくし、舞台の上手下手でいろんな展開が繰り広げられていて、私は2回感激させていただいたのですが、いろんな角度から感激できてよかったです。そうなんですよ、シチュエーションコメディにありがち、よくある、うん、上手と下手で、うん、それぞれ話が同時進行していくので、なかなか見る人によってはちょっと見方が違う感じで、どっちを注目してみればいいんですか。そうなんですよ。てかゆうさん台本一回も噛まないのにお便りめっちゃ噛むもうちょっと泳がして多分アップアップになってきたら、はい、そのお手紙を途中で中断して自分の話を挟んできてなるほど先輩いやらしい分析しないでもらっていいですか続けてどうぞえいみちゃんは弁護士の長く難しいセリフを噛まずに話されていて本当にかっこよかったです。一度だけ短いセリフを噛まれたところは拝見しましたが女優のえいみちゃんすごくいいです。ありがとうございます。そして舞台上のゆうくんにお会いしたのは3度目。最近ではラジオのゆうくんの印象が強くなっていましたが、役者さんのゆうくんはいつも輝いています。ありがとうございます。思い出しました。主人公の婚約者、こう見えても御曹司役のゆうくん、ほぼ全員出演者から突っ込まれる役どころのはい何今の事故が起きたね大丈夫続けてほぼ全出演者から突っ込まれる役どころのゆうくん、ぴったりな役柄でしたね。ここでもみんなに突っ込まれてるけど、はい、ご一緒したリスナーの皆さんからも評判良かったです。ありがとうございます。もうえいみちゃんとゆうくんの婚約者という内容が拝見したかったような気もします。エチュード案を考えてみようかな。そんなん来たらちょっとドキドキしてしまいますけれども、はい、しないでしょ来年も舞台班のハピラジは続くんですよね。お三方が同じ舞台に立たれる日を楽しみにラジオも楽しませていただきますね。ありがとうございます。あ、ラジオのゆうくんがかっこよくないということではないですよ。ありがとうございます。そのゆうくんが見られてラジオはラジオで楽しませていただいていますので、メタルさんにも感激していただき、いやもう折れたついにこのもう編集いくよメタルさんにも感激していただきたかったです。よしえみちゃんゆうくんお疲れ様でした、はい、私は舞台を感激するようになってから15年経ちます。もともと舞台を感激することが好きだったのですがえみちゃんとゆうくん、メタルさんとマリエさんが共演された舞台を感激することができ、ますます舞台の魅力に引き込まれました。素敵なご縁ですね、はい、舞台に立たれる皆様本当にかっこいいです。ありがとうございました、はい、メタルさんのトランプも感激したかったですが、年末に新しいメタルさんにお会いできるのではないかととても楽しみにしております。はい、以上となります、はい、ありがとうございます。いやー、はい、いやーすごいね、神々やったいやいやいいよこれが人間のあるがままの姿な、それをこうしていくかい。これちょっと橋光さん絶対俺の権限でさせへんそんなもんありのままやでだだ流しそうやでお前、アナと雪の女王と一緒やもうありのままやでお前あれ違うのこれ余計なこと言った。いやでもほんま ありがたいね、こういう風にそうですね、お芝居を見てくれてさ。そんな難しいセリフを言うてたん？そうなんですよ、民法とか憲法とかそれ2つやったら簡単やどっちもこうやねん民法とか憲法とか漢方とかエイミが面白いのが、その法律用語をすげえ言わなくちゃいけないのに、なぜか自分のお客さんで弁護士さんを呼んじゃってるから、もう絶対間違えられない状況を自分で作っていくのがすごかったですね。知り合いの弁護士さんを呼んだ。そうなんですよ、なんか意味が分かんないから法律の内容の弁護士さんに相談したんですよ。リアル弁護士に相談した分やっぱ来てもらわないとなと思って。まあ、確かにな、はい、でもちゃんとそれ見せられるもんやったわけやろ。そうですね、すごいよかったよ。いやでも、ちょっとびっくりしましたよ。そうなんか弁護士あるあるが盛り込まれてたみたいな。それだやっぱでもな、難しいねんな、本当に。その弁護士ってなんか俺らがイメージしてる弁護士さんって、ああそうですね、はい、だけど意外と実際の弁護士さんってファンキーやったりするやんなんかほら俺ら思ってる坊さんとかさ、はい、先生とか、そうですね、大学の教授とかっていうのはやっぱすっごい真面目な感じで描いてるけど、はい、実はもうドラえもん見て笑ったりさ、なんやったら鼻くそほじって食べたりするようなそうですよねそうかそこ否定しろよやっぱそういうことがあるからさ、そういうものをやっぱり度外視してもちゃんとその職業に見えるということがやっぱり一番大事やと思う。そうですね、役者ってな、まあ、そういう話もしながら実際ちょっとなんか寒い季節なんで皆さん大変なのかもしれませんが、お便りの方がちょっと寂しくなってきているので、そうですよ、今回お忙しいのかね、お忙しいのか俺らが飽きられているのかやだそれ。忙しいと信じたい。そうやな、逆に興味なくなったやったらなくなったっていうのを送って、あ、そうですよね、知らせてほしいですよね。やっぱちゃんとこのまま自然消滅はちょっと良くないと思うので、そうですよ、まあ何でもいいです、思いついたこととか僕らこうやっていっぱいこれを見てお話しさせてもらいますし、まあもちろん先ほどのお話も踏まえてですね、この後の番組にも生かしていきたいなと思っておりますので、そういうふうに利用してもらえるようにどんどんお手紙の方またお待ちしたいなと思っておりますと、はい、よろしくお願いします。でも今日ちょっと早いけどもう行っちゃおうかな。じゃあ行っちゃいますか。はい、それでは本日は盛りだくさんで、お届けします。次はこのコーナーです。お前思いっきり読んでるやろ全然つながってないやろ今見失いましたね。おいいよ、じゃあ一旦 CM です。はい、教えて吉田先生。よっしゃ、真剣におふざけショートドラマコーナー。このコーナーはハピラジの構成作家さんがご準備させていただいた原稿をもとにラジオドラマを私たちで演じてお届けさせていただきます。はい、今先生、コーナーでは配役演出などは私吉田メダルが行いますと、お願いします。というわけで、ラジオドラマを今からやるのですが補足させていただきますと、このコーナーでは同じ台本のドラマを2回行います。1回目は先生の簡単なアドバイスと配役をもとにそれぞれの役者の個性やインスピレーションで演技を行わせていただき、2回目はメタル先生の演出や指示などをいただき、さらにドラマの完成度を上げて再現するというコーナーです。はい、はい、2回やってみて変わるのか変わらないのか厳しい目で皆さんに楽しんでいただこうと考えております。ご意見ご感想などもいただけると嬉しいです。そしてこのコーナーは出来が満足いかなければ、カット会員限定コンテンツとして配信させていただきます。そうならないようにちょっとカミカミですけど、ね、気合い入れて頑張りましょう。はい、はい、というわけで今回のドラマの、タイトルと配役を発表します、はい、イエイイエイイエイ。というわけでですね、今回の、タイトルはラジオドラマ中継。中継でこれがね、はっきり言います、台本をちらっといつも僕は読ませてもらうんですけども、今回のはあまりに厄介です。なんか急にレベル高くなりました。そうだからもう今言ったようにあまりに厄介だったので一回、みんなで目を通しました。はい、多分そのプレッシャーで今日みんなが噛んでいるのだと思いますちょっと若干これ読んだ時作家の増田さん何があったんだろうってちょっと思ったんですけど、完全にこれもうカメカメ光線が出てるからだからそれを踏まえてのことなので、はい、さっきのお手紙にありましたね、エイミーちゃんはどうやら難しい単語を言うのが得意という。いや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 、得意じゃないですよ。そうですね。ということでだから今日はエイミーちゃんがまず最初現場アナ、はい、アナウンサー役、はい、でゆうくんがキャスター、はい、でおいらが経営者社長。なるほど、一回やってみましょうか。かしこまりました。まあこれは本当にさっきから言ってますけど今日はもう神回ということで。そうですね、神回ですね。神回です。くしくも。そうです。もうだからもう神回でいきましょう。そうですね。わかりました。だからまあ最初はちょっといろんなことを思うとは思いますが、はい、まあリハビリやと思って、はい、ウォーミングアップやと思って、はい、まずどういう内容かという、どのぐらいの神かかっているのかというものを皆さんに分かってもらう感じに、うん、分かりやすく読みましょう。はい。そうですね。まず内容を入れてもらいましょう。そうだね。どのぐらい大変かということをね。だからまあとりあえず途中で心が折れないそうですね、これ自分との戦いですよね今なんかすごい防衛線を張ってるんですよこの今、まあ、とりあえずやってみよういきましょうか。かしこまりました。はい、まあ設定としてはスタジオのキャスターと現場アナウンサーでお店の被害を受けた経営者とのやり取りになっておりますと。 OK です。いくよ。はい、はい、よーい、はい。昨夜9時頃播磨灘沖を航行中だったトリニダード・トバコ行きのタンカーで重油流出事故が発生いたしました。現在詳細は調査中です。ただいまニュースが入りました。新宿区歌舞伎町でボヤがあったようです。現場と中継がつながっています。現場のアナウンサーの池永さん、そちらはどういった模様でしょうか。はーい、こちらは新宿歌舞伎町にあります、新宿の派出所近くの新宿ジャンソー上海さんというお店の前にいます。お店にいた老若男女のお客さんに怪我はなく、無事に保護された模様です。現場周辺の方々はどういった反応でしょうか？現場周辺には赤い消防車と青い清掃車と緑の散集車と除雪作業中の除雪車など、たくさんの書類が散らばっています。はあ、ジャンソーのお客さんはどういったお客さんがいましたか？そうですね。右耳にミニミニキがある人や、高田の馬場で生玉高を食べて生玉高に当たった人や、ミラクルなビラ配りをブラジル人など個性あふれるお客さんがいました。なるほど。お隣の建物に被害はなかったのでしょうか？はい。お隣は休業中の占いのお店なんですが、運のいいことに中卒魔術師が無職者術師らしく、今頃四角い新幹線で乗っていると連絡がありました。ああ、そうですか。現場周辺も含めて偶人は一人もいなかったということでしたね。そうですね。怪我人は一人もおらず、骨粗鬆症や摘出手術や腹式教習術が受け付けな方はいないですね。そうですか。お店を経営されている社長が第一発見者ということですが、お話をお聞きしてもよろしいでしょうか？わかりました。ご紹介します。第一発見者の中卒からマサチューセッツ大学を卒業された奥さんは、上海でシャンションシャンションションのシュンション歌手をおやりになっている新宿ジャンションシャンション社長、シャイで小食で写真趣味の正村正一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぼやが出た頃、社長はどちらにいらっしゃいました？私は出所後初出社で今日急遽休暇だったのですが、従業員たちに今日急遽休暇を却下されたので、出所後初出社したらたまたまぼやを発見したんですよ。今日急遽休暇を拒否されてよかったです。なるほど。池永アナ、もう少し詳しく先ほどと同じ説明をお願いします。ですので、社長はですね、出所後、社長初出社で今日急遽休暇だったのですが、従業員たちに今日急遽却下されたため、失業後、少々出所すると、たまたまぼやが発見できたんですね。で、今日急遽拒否されたから、発見が早かったんでしょうね。なるほど。ちょっと聞き取れなかったですね。もう一度おっしゃってもらっていいですか？ですので、社長はですね、出社後、社長初出社で今日急遽却下されたので、従業員たちに今日急遽却下されたため、出所後社長が初出社すると、たまたまぼやが発見できたんですよ。で、今日急遽発見されたから、発見が早かったんです。そうですか。社長のお店がぼやで済んでよかったですね。はい。バスガス爆発でなくぼやで済んでよかったです。ちなみに社長はどういった経歴なんでしょうか？私は東京特許許可局許可局長で、東京特許許可局局員用の教科書を作っていましたが、赤坂の坂下にある赤坂サカスでサーカス団員を経て、今は新宿の新宿ジャンソー上海で社長をやらせてもらっています。妻は上海で新春シャンソンショーのシャンソン歌手をやっています。そうですか。池永アナ、もう一度奥さんの職業も含めて社長の経歴お願いいたします。社長は東京特許許可局許可局長で、東京特許許可局員局長の教科書を作ってまして、赤坂の坂下にある赤坂サカスでサーカス団員を経て、今現在は新宿の新宿ジャンソーシャンシャイという名前で、新春シャンションショーのシャンション歌唱をやっている奥さんと経営されているそうですよ。なるほど。池永アナ、出社の下りともう一度お願いします。ですので、東京許可局局員許可局長で、東京特許許可局員の許可書を作っていまして、赤坂サカス社にある赤坂サカスでサーカス団員を経て、今現在は新宿の新宿ジャンションシャンションという名前で、池永アナ、ありがとうございました。以上、報道スタジオでした。されてまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これは大変やね。すいません。汚い大人が一人いや大人って汚いな。汚いなって今。大人って汚いな。じゃあ言わしてもらうけどな。逆に俺はやりたくなったよ。おお。現場なお。俺はやりたくなる。おお。さすがです。ちょっとね、やりたくなる。やるだから俺は。お。じゃあちょっと配役チェンジで。これな、今日3回やるぞ。みんな回ってくるパターン。みんな回るパターンや。ちょっとな、エイミーがな、途中で投げてるくだりがちょいちょいあんねん。適当になってるからな。割と初めからもうリズムで喋り出したからな。これはもうちゃんといくよ。で、やっぱテンポ重視で。わかりました。そうですね。じゃあキャストがじゃあどうしようかな。俺行こうか。現場アナがメタルさんで、うん、キャスターが私ですかね。そうだね。社長が僕で。そうだね。はい、行きましょうか。俺が現場アナ。そうです。 OK。 はい、こうなったらなんか自分から言ったじゃないですか。なんで聞いたんですか今。俺が現場アナ。はい。じゃあ行きましょうか。はい、いくよ。ちゃんとテンポ大事にしような。大事にしよう。テンポは大事にしましょう。でその社長は吹けない。社長は吹けるのなし。もう潰された。よーい。昨夜9時ごろ、播磨灘沖を航行中だったトリニダード・トバコ行きのタンカーで重油流出事故が発生いたしました。現在詳細は調査中です。あ、もう一回行こうか。今の大丈夫か。いやー難しいっすねこれ。そう、さっきよりも。よし、頑張っていこう。播磨灘沖を。はい、 OK です。よーい。播磨灘沖やろ。播磨灘沖。播磨灘っていうところがあるから播磨灘沖を。なるほど、播磨灘沖を。分かってない。なるほどになってない。播磨灘沖。播磨灘という場所があるのですね。 OK です。はい、行きましょう。はい、よーい。はい、夜9時ごろ、播磨灘を播磨灘沖を播磨灘。は、もう一回いいですか。うん、もう一回行こう。はい、すいません。まあしゃあない。今日はしゃあないよ。今日だけやね。今日はもう全部増田さんのせいやから。よし、全部増田さんのせい。よし。はい。昨夜9時ごろ、播磨灘沖を航行中だったトリニダード・トバコ行きのタンカーで重油流出事故が発生いたしました。現在詳細は調査中です。ただいまニュースが入りました。新宿区歌舞伎町でぼやがあったそうです。現場と中継がつながっています。現場アナウンサーのメタルさん、そちらはどういった模様でしょうか。はい。こちらは新宿区歌舞伎町にあります新宿のハッシュド近くの新宿ジャンソー上海さんというお店の前にいます。お店にいた老若男女のお客さんに怪我はなく無事に保護された模様です。現場周辺の方々はどういった反応ですか。はい、現場周辺には赤い消防車と青い清掃車と緑の散水車と除雪作業中の除雪車などたくさんの車両に囲まれています。ジャンソーのお客さんはどういったお客さんがいましたか。そうですね、右耳にミニニキビのある人や高田の馬場で生バナナを食べて生バナナに当たった人やミラクルなビラ配りをするブラジル人など個性あふれるお客さんばかりですね。お隣の建物に被害はなかったのでしょうか。はい、お隣は休業中の占いのお店なんですが、運のいいことに中卒魔術師が魔術修行中らしく、今頃四角い新感覚の新幹線に乗っていると連絡がありました。そうですか。現場周辺も含めて怪我人は一人もいないということですね。そうですね、怪我人は一人もおらず、骨粗しょう症や摘出手術や腹腔鏡手術を受けているような方はいないですね。そうですか。経営されている社長が第一発見者ということですが、お話をお聞きしてもよろしいでしょうか。わかりました。ご紹介します。第一発見者の中卒からマサチューセッツ大学を卒業された奥さんは上海で新春シャンソンショーのシャンソン歌手をおやりになっている新宿ジャンソー上海社長、シャイで小食で写真趣味の正村正一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぼやが出たところ、社長はどこにいらっしゃいました。はい、私は出所後初出社で今日急遽休暇だったのですが、従業員たちに今日急遽許可をされたので出所後初出社したらたまたまぼやを発見したんですよ。今日急遽休暇拒否されてよかったです。なるほど。メタルアナ、もう少し詳しく先ほどのと同じ説明をお願いします。ですので社長はですね、出社後社長初出社で今日急遽休暇だったのですが、従業員たちと今日急遽休暇許可却下されたため、出所後社長初出社するとたまたまぼやを発見できたんですね。今日急遽許可を拒否されたから発見が早かったんでしょうね。なるほど、ちょっと聞き取れなかったですね。もう一度おっしゃってもらってもよろしいでしょうか。ですので社長はですね、出社後社長初出社で今日急遽休暇だったのですが、従業員たちに今日急遽休暇却下されたため、出社後社長初出社するとたまたまぼやを発見できたんですね。今日急遽許可拒否をされたから発見が早かったんです。そうですか。社長の店がぼやで済んでよかったですね。はい、バスガス爆発でなくぼやで済んでよかったです。ちなみに社長はどういった経歴なんですか。私は東京特許許可局許可局長で東京特許許可局局員用の教科書を作っていましたが、赤坂の坂下にある赤坂サーカスでサーカス団員を経て、今新宿の新宿ジャンソー上海で社長をやらせてもらっています。妻は上海で新春シャンソン歌手をやっています。そうですか。メタルアナ、はい、もう一度奥さんの職業を含めて社長の経歴をお願いします。社長は東京特許許可局許可局長で東京特許許可局局員用の教科書を作っていまして、赤坂の坂下にある赤坂サカスでサーカス団員を経て、今現在は新宿の新宿ジャンソー上海という名前で新春シャンソンショーのシャンソン歌手をやっている奥さんと経営されているそうですよ。なるほど。メタルアナ、出社の下りとかもう一度お願いします。ですので東京特許許可局許可局長で東京特許許可局局員用の教科書を作っていまして、赤坂の坂下にある赤坂サカスでサーカス団員を経て、今現在は新宿の新宿ジャンソー上海という名前で新春シャンソンショーのシャンソン歌手をやっている奥さんと経営されていまして、出社後社長初出社で今日急遽休暇だったのですが、従業員たちに今日急遽許可却下されたため、出社後社長を初出社するとたまたまボヤを発見できたんですね。今日急遽許可を拒否されたから発見が早かったんです。メタルアナ、ありがとうございました。以上、報道スタジオでした。ありがとうございました。やりがいあるね。でもすごい、ね、楽しいわ。けども意味とかも全然分からへん。いや、これはメンタルの強さですよね。大事なのは。じゃあ最後な。最後僕ですか。最後いけるか。いきます。今の後に行く。今の後に行く。もう。だから俺キャスターで社長な。はい。要はあれですよ、メタルさんの生き様見させてもらって、そうやろ、鋼の心を持てってことですよ。これはもうちょいテンポ上げていく。今キャスターが煽ればいいんやろ。よし、うわー、やばい、この組み合わせはやばい。いただきます。よーい、はい。昨夜9時頃、播磨灘沖を航行中だったトリニダード・トバゴ行きのタンカーで重油流出事故が発生いたしました。現在詳細は調査中です。ただいまニュースが入りました。新宿区羽曳町でボヤがあったようです。現場と中継がつながっています。現場アナウンサーの優さん、そちらはどういった模様でしょうか。はい、こちら新宿区歌舞伎町にあります新宿派出所近くの新宿ジャンソー上海さんというお店の前にいます。お店にいた老若男女のお客さんに怪我はなく、無事に保護された模様です。現場周辺の方々はどういった反応ですか。現場周辺には赤い消防車と青い清掃車と緑の散水車と除雪作業中の除雪車などたくさんの車両に囲まれています。ジャンソーのお客さんはどういったお客さんがいましたか。そうですね、右耳にミニニキビがある人や、高田の馬場で生バナナを食べて生バナナに当たった人や、ミラクルなビラ配りをするブラジル人など、個性あふれるお客さんばかりいますね。お隣の建物に被害はなかったのでしょうか。はい、お隣は休業中の占いのお店なんですが、運のいいことに中卒魔術師が魔術修行中らしく、今頃四角い新感覚の新幹線に乗っていると連絡がありました。そうですか。現場周辺も含めて怪我人は一人もいないということですかね。そうですね、怪我人は一人もおらず、骨粗しょう症や摘出手術中や、腹腔鏡手術を受けるような方はいないですね。そうですか。お店を経営されている社長が第一発見者ということですが、お話をお聞きしてもよろしいでしょうか。わかりました。ご紹介します。第一発見者の中卒からマサチューセッツ大学を卒業された、旦那さんは上海で新春シャンソンショーのシャンソン歌手をおやりになっている新宿ジャンショー上海の社長で、シャイで小食で写真趣味の正村エイミーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ボヤが出た頃、社長はどちらにいらっしゃいました。私は出所後の初出社で今日急遽休暇だったんですが、従業員たちに今日急遽休暇却下されたんで、出所後初出社したらたまたまボヤが発見されて、で今日急遽休暇却下されてよかったです。なるほど。ゆうアナ、もう少し詳しく先ほどと同じ説明をお願いします。はい。ですので社長はですね、出所後社長初出社で今日急遽休暇だったのですが、従業員たちに今日急遽休暇許可却下されたため、出所後、すいません、ちょっと電波状態が悪いみたいなんで、もう一度社長のコメントからもらっていいですかね。なるほど。すいません、放送時間の問題上、社長さんもうちょっとテンポ上げて喋ってもらっていいですか。ボヤが出た頃、社長はどちらにいらっしゃいました。私は出社後初出社で今日急遽休暇だったんですが、従業員たちに今日急遽休暇許可されたんで、出社後初出社したらたまたまボヤを発見したんですよ。今日急遽休暇拒否されてよかったです。なるほど。ゆうアナ、もう少し詳しく先ほどと同じ説明をお願いします。ですので社長はですね、出所後社長初出社で今日急遽休暇だったのですが、従業員たちに今日急遽休暇許可却下されたため、出所後社長初出社するとたまたまボヤを発見できたんですね。今日急遽許可拒否されたから発見が早かったんでしょうね。そうですか。社長のお店がボヤで済んでよかったですね。はい、バスガップガスでなくてボヤで済んでよかったです。社長、もう一回お願いします。バスガスバスガスじゃなくてボヤで済んでよかったです。ちなみに社長はどういった経歴なんですか？私は東京特許局員局長で東京局下局員の証拠書を作っていましたが、赤坂坂下にある赤坂サカスでサーカス団員を経て、今は新宿の新宿ジャンソー上海で社長をやらされてもらっています。つも上海で新春シャンションショーのシャンション歌手やってます。そうですか。まあ許します。ゆうアナ、はい、もう一度奥さんの職業を含めて社長の経歴をお願いします。あ、はい。社長はですね、東京特許許可局許可局長で東京特許許可局の許可ちょっとすいません、電波の状況悪いですね。はいはい、大丈夫です。聞こえてますよ。こっち聞こえてます。聞こえてますか？はい、続けてください。本当ですか？はい、社長はですね、東京特許許可局の許可局長で東京特許許可局局員用の教科書を作っていまして、はい、はい、赤坂坂下の坂にある赤坂サカスでサーカス団員を経て、はい、今現在新宿の新宿ジャンソー上海という名前でですね、新春サンションショーのサンション歌手をやっている旦那さんと経営されているんですよ。奥さんですね、それ。あ、奥さんですね。ゆうアナ、出社のくだりもう一度お願いします。もう一回ですか？はい。大丈夫ですかね、これ電波の具合。大丈夫です。ですのでですね、東京特許許可局局長で東京特許許可局員用の教科書を作っていまして、赤坂の坂下にある赤坂坂です。以上、報道スタジオでした。ああ、そうですね。すいません。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんかもうこれ根性試しみたいな、なんかこのなんかね、このラジオ番組で全力坂やってるみたいな感じだよな。いや、でもこれはね、多分聞いてる人もこれ読みたいと思う。だからできればホームページにこの文章、あ、確かに文章載せて、文章載した方がちょっとね、でちょっと見てほしい。なんかこうずっとカラオケの字みたいに赤く変わっていきながらこれ出てたらいいな。確かに。いや、これでもただでさえ難しいのに、長いから瞬きした瞬間にどこ読んでたか分かんなくなっちゃうんですよね。でこれな、一個ネックなのはこの2ページ目に渡ったところにこの腹腔鏡手術があるから、こう油断したところやね。1枚目終わりと思ったら次に、ああこれやと思って、摘出手術や腹腔鏡手術、ここが一番、この手術のくだりがちょっと増田さんの闇を感じましたね。あ、でもこれはね、ちょっといいね、これいいテキストですよ。これ、舞台前のアップとかに使いたいですよね。やっぱこの中にもちゃんと緩急をつけて、その質問の仕方とかね、煽り方、要は結局こうしたら人は焦るだろうっていうのをちゃんとニュース番組だから言葉尻を重ねないで終わるやいなやすぐ言うと、相手もこう余計に焦らされるということが一つ勉強になったね。そうですね。いや、なんかすがすがしい汗をかいた気持ちだ。まあこれはまあ3パターンあるので、編集の方はね、もうお任せして、はい、お任せします。皆さんは何を聞けるかが誰のを聞けるんでしょうね。誰の何が聞けるかという、これはやっぱちょっといいね。まあ、こういうのまた増田さん、半年に1回ぐらいでいいんでお願いします。いやー、これな、なんか意地になるね。そうですね。面白い面白い。こういうのいいな。はい、まあそんな感じで、これは、どういう風に放送になっているかは、そうですね、すごい楽しみですね。はいはい、そんな感じでございますと。はい、そうですね。というわけで今回はこれまでということで、そうですね、果たして放送に乗るのというかということでね、本当ちょっとこれもう多分これ全部載せても面白いぐらいですね。あ、どの流しちゃいますか。聞き比べみたいな感じで。もう急遽決まりました。全部聞けます。全部聞けているはずです。だから俺らのこの高ぶりっぷりも何でかわかる。そうですね。そうですね。順を追って楽しんでください。一瞬さ、順番も俺が2番目行くんじゃなくて。最後もいいかなとか思ったけど、逆に俺2番目に入ってプレッシャーかけたわけです。あえてそういういやらしい計算もありながらね。はい、まあまあこういうのまたやっていきたいなと思っております。はい、おい、それではエンディングです。おい、まあまあ今日こうやってね、久しぶりっていうか、この2015年を締めくくるべく、そうですね、最後トライアスロン的な、はい、なんかクリスマスらしい内容は何もしてないですけどね。全くかけらもなかったです。そんなもん、役者にクリスマスなんかいらん。はい、いらん。俺らはもう常に人を喜ばすことや。そうですね、常にサンタの気持ちにならないとダメですね。お、私たちはサンタなんですよ。お前2回言うたらそこはサンタもらえるやんか。もうちょっとうまくせない。いやでも本当にね、なんかこうやって俺らまあクリスマスを返上じゃないけど、うん、まあなんかそうやってやっていきたいし、また皆さんとね番組作っていきたいので、はい、なんかこんな俺たち見て少しでも何かありましたら、そうですね、お手紙とかね、感想とかね、ご意見とかね、はい、ぜひ送っていただきたいですね。受付中です。はい。し、あとおのおのの告知を今のうちじゃあしちゃいましょうか。はい。じゃあまず私から。おいきますか。今早速絶賛公演中なんですけど、23日から27日まで池袋シアター喝采にて世界中にメリークリスマスという、ファンタジーです。なんでまさにちょっとクリスマスにぴったしな内容となっておりますので、皆さんでクリスマスをお祝いしましょう。お祝いする。いやでもハッピーになれる舞台です。本当見て。じゃあエイミーサンタにぜひ会いに行ってください、皆さん。はい、私ちょっとデビル役なんですけど。もう全然ちゃうやん。怖いやん。で、ほんであとはメタロさんの方は。俺か、俺な、私の方はですね、私が所属しておりますバンド忍者マンジャパンのライブがですね、ワンマンライブが12月29日。高田馬場クラブフェイズというところであります、はい、でしかもですねこれは、まあ、僕が脚本書いて演出として前半お芝居部分があって、後半に、ライブ部分があるワンマンライブなんですけども、そのライブが、5時からとちょっと早い時間から始まっております。でそのライブの後にですね、まあ、せっかく忘年会シーズンということで、そのライブハウスでそのまま忘年会をやります。へー、アフターパーティーって感じで、それはまたチケット別なんですけど、2000円でまあ簡単なスナック菓子があって、でみんなで乾杯したりしながら、そのワンマンの反省会というのを公開でやっちゃおうかなと。だからまあその本編の方で不甲斐なかったシーンとか、もう一回見たいシーンとかをその場でやっちゃうのもありかなと。まあ初の試みなんで、まあ要は一緒に飲もうぜっていう。ファンの方々からしたらすげえいい。まあなんかね、そのいわゆるテンション上がって。楽しくなってる状態でみんなで乾杯して、どうやったみたいな話ができれば1年の締めくくりにぴったしですね。そうなんです。なおかつ今回のそのうちのワンマンライブにはゲストを呼んでましてですね。お、どうなったでしょう。いつも出演してくれる人もいつものメンバー、和尚いことっていうやつとか、森野健一、あと四次元康介っていうのは出るんですけども、それ以外になんと前にここにも来たことある。お、まさか。鳥肌実る大先生が。先生。ほんまに相変わらずですよ、あの先生。でちゃんと先生に出ていただいて、鳥肌みのるさんもいながら、あとは劇団のなんや、時代絵巻アッシュというところから、黒崎翔生と、あとは、バオバブというダンスカンパニーの方から、津田川光という、まあ全部僕がここ最近共演した人ばっかりなんですけど、ゲストめっちゃいますね。まあまあすごい出るっていうぐらい。まあそんな感じで楽しくやって、まあちょっとねいつもと違った感じで楽しめたらなと思ってるので、またそれもちょっと期待して見に来られる方は、なかなかライブハウスでは見ないような使い方をしているので、それを楽しんでいただければなと思っておりますと。はい。それからこれはいいの？これはそうですね。実は来年なんですけど、1月17日の11時から17時。ちょいちょい17日とか27日って言うけど、あれ違う？27日とか27日とか言わないですよね。言わないからの17日。1月17日の11時から17時まで、科学技術館にてニャンだらけという猫好きさん。私なんて言いました今。科学技術が科学技術館でにゃんじゃらにゃんじゃらけじゃない。やばい、ボロボロだ。なんも一個も喋れてないやん。神回ですね、さすが。にゃんだらけという猫好きさんのための祭典があります。その中で私は MC を担当させていただきます。あともしかしたらちょっと絵で猫の絵を描いて飾ったりするかもしれないので、皆さんぜひぜひ来年もまた私に会いに来てください。にゃん。にゃんと。にゃん。ゆうくんは？そうですね。僕の方はちょっと残念ながらまだ言える段階のものではないので。おい、もったいぶって。おー、じらすな。いや、やってんじゃねえよ。いや、なんかちゃんともうね言えるようになりましたら、ぜひぜひ告知させていただきたいと思いますので。おお。わかった。楽しみにしておくよ。ぜひ楽しみにしていただけたら年明けとかに言えたらいいなと思っています。よし、楽しみにしてます。あとそう、俺らの所属する劇団新幹線の公演が来年3月新橋演舞場で、その後大阪と北九州の方で乱れウグイスという作品でちょっと劇団員が頑張る会になるのではないかという噂の全国ツアー、全国ツアーではないけど3カ所だけ参加者ツアー、それがありますので、こちらの方もまた楽しみにしていただけたらなと思っております。はい。そしてニコニコとラジオでは何？ちょっと待って。ちょっと待って。大丈夫？ちょっと待って。ちょっと今ねごちゃごちゃいました。失礼しました。このラジオでは皆様の投稿を先ほど言いましたがどしどし受付中です。はい、皆さん送ってちょうだい。どうぞお願いします。お便り投稿フォームはハピラジのトップページからどうぞ。はい、そしてニコニコチャンネルでは最新回はすべて無料。有料会員になると過去のアーカイブは会員様は聞き放題となります。番組を応援したいなと思ってくれてる方はぜひぜひチャンネル会員になってハッピーサポーターになってください。というわけで今回は終了です。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しております。次回もお楽しみに。この番組は RRJ の提供でお送りさせていただきました。さよなら、さよなら、さよなら、メリクリーちょっと CM っぽく